今年最後の日直が僕になるなんて、ついてないな。カレンさん、最後に僕がゴミ捨ててくるから先に帰っててええよ。いや、私も捨てに行く。え二人で捨てに行ったは早く帰れるでしょああ、うん、そうやね。ありがとう。別に俺を言う必要なんてないわ。私も日直なんだし。まあ、そっか。そうやね。もう、もう少しで冬休みはね、カレンさんは予定とかあるの別にいつも通り、ロカルの新曲出したり、同性誌書いたり、やりたいことをやるだけ。へえ、なんか、かっこいいね。 気持ち悪いとか思わないのえいや思わないよ趣味があるだけですごいと思うやりたいことがあってそれに向かって努力してるのはかっこいいよそう君島くんってちょっと変わってるよねそうかなまあ確かにでもありがとう君島くんは優しい人ねえ翌日には冬休みが始まっただけどふとした時にカレンさんのことを思い浮かべるようになってしまった彼女はいつも教室で一人彼女は学校ではない他の場所に本当の自分を持っているようだったそれがとても羨ましく思えた もう少しカレンさんと話してみたいそう思っているうちに少しずつ彼女に惹かれていってしまっていた僕はそれから人生で一番長い冬休みを過ごしたう嘘やう嘘一体何がカレンさんすっごいあれはすごいな一体何があったんやああやややななな女の子が変わるなんてあれしかないやろあ<れ>男や男おおお男嘘ぜ三つ編みだけの 始めたもうすでにガチガチなのに漫画でしか見たことないくらいしっかりとしてもう一回やのにまだワックスで固めてるあ三つ編みの方にも三つ編みもワックスしてるあ、あのカレンさん桐島くんどうしたのなんかすごい雰囲気変わったねこれそうそうカレシっぴの趣味あ、やっぱりそれを言うならカレピやけど 夏休みに彼氏できたん抜きは聞いたことあるけど、冬休みでもあるんや、こういうの。ああね。で、でも、こんなの普通じゃないよ。いくら彼氏の趣味って言ったって。女の子に模擬館させるような奴なんてろくでもないよ。あ、カリシッピ来た。お、おー、随分と立派な。クラスメイトの桐島君。ど、どうも。ごめんね、カリシッピ、カモ目キャラなの。模擬キャやのに。彼がね、私を口説いてきたのよ。カモ目キャラやのに。ほら、あの、模擬館使って。くちゃくみたいな。そうそう。自然界が過ぎるよ。 私これからデートなんやけどなんか用事があるのいやごめん何もないそうじゃあまた明日学校でねうんあんなの勝てるわけないよ